こんにちは、ばんでございます。えー、またおっさん写真堂っていいですかって、まあ、日本撮りしてるからなんだけど、グッズ売ってます。買わなくていいよ。えー、とですね、えー、今日はですね、ま,またひよっこ写真堂ですよ。ひよっこ写真堂って言いながら、まあ、内容がおっさん臭いですけど、今日はなんだっけ今日、そうそう、あの、あれですよ。こう、こう、ンペというか、あれですね、あの、過剰書きにしといたんですよ。自分がね、あの、 心の赴むくままに喋ってしまうと、本当に心の赴むくままに話が脱線していくので、まあいつもそうですけどもね。えー、なので自分の目線で話すと、自分がその、さっと思い浮かべる生徒さん像に近いところに行ってしまうんで、どうしても中級者寄りになっちゃうんで、えー、今日はあれですね、初心者の皆さんにも楽しんでもらえるようにと思ってですね、えー、その過剰書きにね、してありますで。今日はその、みんな、結局ですね、写真を始める、始めてから、まあ僕も今もそうですけど、悩むんですよ。 え前回は何を撮ったらいいか分かんないっていう話、違うな、それは違う気がするな。前回あれだけど、どんなカメラを買ったらいいか分からないですよね。まあ結論出しませんでしたけど、結論出ないよ、そんなものはね。一人一人出してくださいっていう話です。で、今回はですね、やっぱ悩む。で、悩むんだけど、その、なんて言うんでしょう。そもそも、まあそのプロになってからも同じような悩みを持つんですけど、写真ってそもそも何なんだって、 っていう、その、もやもやーんとしたところで悩むんですね。もやもやのポーズね、これ。もヤモヤーんと悩むんだけど、なんでもやもや悩むかっていうと、結局、えっ、ー、と、皆さんは、まあ、入門者の方がね、ひよっこさんたちが対象だと想定してますよ、今。えー、カメラを変えました。で、なんか、まあ、その前の段階として、なんか、私も、私も僕もこんな写真が撮ってみたいな、と思って、なんか憧れる写真とかがね、おーって典型が、お 雷に打たれるように持ったとかそういうのに何,何かしらあるでしょうね。で、そっから、じゃあ自分がカメラを変えました写真を始めてみようってなった時に、えっ、ー、と、あれですよ。その、写真をただ見る人たちだったり、I、iPhone でこうパチパチ撮るところから、写真を作る側にスイッチしてるんですね、実は。で写真を作るっていうと、フォトショップでこう、ありえないものを合成するように聞こえるかもしれないんですけど、その、そもそものプロセスというか、その写真の分、 分類、写真とは何ぞっていうのを分解してみると、別にもう学者じゃないんであんまりあれですけど、僕のその実感としてね、一応それで食ってる人間としの実感としてお話をすると、まず写真は記録ですよね、やっぱり。記録っていうところは確実に外せないです。もうこれからもこれから、これまでもこれからも。永遠にそれがなくなることはないです。だから記録であるからこそ、例えばレタッチだったりとか加工した時に思うの嘘ついてるじゃないかっていう問題が必ず取り沙汰されるわけですよ。 で、その記録っていう部分、その是非はね、今、う々ぬんしないですけど、記録っていうことが、とり、えっ、ー、と、ベースであることは間違いないです。で、最初、そもそも絵描きの人たちが絵を描いたり、肖像画ね、を描いたりとか、まあ、風景画もそうですけど、なんで絵描きの人たちが絵で飯が食えたかっていうと、おそらく、記録の部分が大きかったんだろうなと思うんですよ。つまりその、なんだろう、何か自分が見たものを留めておきたいんだけど、他に手段がないから絵描きに書かしたと。 まあ、王様の顔とかね。今いっぱい残ってますからね、肖像が。そのおかげでどんな顔してたのか、少なくとも間接的な情報ではあるけど、見ることができます。そういう部分はあるわけですね。で、それに、その、その後で、えっと、もうダゲリオタイプからだっけね、あの、写真の歴史あんまり勉強してないですけど、だいたい150年前ぐらいに、えー、写真の歴史が始まって、写真というものが、まあ、その、科学技術っていうか、化学の方ですよね。あの、ガラスの、最初ガラスの板だよね、確かね。 ガラスの板にこう化学物質を塗って、それをに光を当てると反応して、え、なんか像が結びつけられるじゃん、すごいじゃん、みたいな話ですよ。で、それを発明、それが発明されて、写真っていうものがその、画家が描かなくても定着できるようになったとで。あとはもう時間が経つにつれ解像度が上がってコストが下がってね、で今のデジタルカメラにたどり着いているわけですけども、もうコスト下がりきってるからね、今。ってなった時に、その、 記録っていう部分では変わりがない。例えば iPhone で撮る人だろうが、一眼レフで撮る人だろうが、その記録っていう部分には変わりはないわけですけど、ほとんどの人たちは写真を見る人たち、見るだけの人たちですね。iPhone で写真撮るって言ったって、その撮るは撮るって言ったっておめえみたいな感じじゃないですか。なので、一応その分類的には写真を見る側の人に分類させてもらいますけど、専門的に写真を撮ってないっていう意味ね。 で、それを分類させてもと、写真を見るだけの人たちっていうのは、基本的に記録以上の価値を見出してくれないんです。基本的にはね、写真なあにって言った時にあるものが映るんでしょまあそうですね、っていう話ですよ。だからなんだろう、こう、その映ってるものの映り具合とか、どんな風に撮ってるとか、どんな技術があってその写真の美しさが成し遂げられたのかとか、 そういうことは一切おもんぱかってくれないわけですよ。当たり前だけどね。っていうことですよ。だから、料理を食べるだけの人間は、それがどう料理されていくのどういう技巧がそこに凝らされて、どんな素晴らしい素材を使って出され、作られたのかよくわかんないんだけど、こう食べて、あ、うまいね、とかうまくないねしかないじゃないですか。食べるだけの場合は解像度も低いから、僕はあの、全然たバカなんで、全然あの、美味しい美味しくない人にしかないです。興味がないです。正直なところ、食べることに。なので、そういうふうになっちゃうんですけど、だから、 写真を撮るだけの人たちも、その好きか好きじゃないかだけって、あの、質問をするとそう言って答えるんですよ。ところが、世の中には写真って溢れてて、物の購買に関わる部分、何かあの商品があるよとか、えー、まあ、有名人の場合もそうですよ、実は、その、映像か写真かね、まあ、似たようなもんですから。 あの、その人を買ってください。その人の演技している何々の作品を買ってくださいとかっていうときに、購買意欲をそそるときには写真とか映像がたくさん使われるんですよね。なので、そういうものを大量に目にしてて、その人たちは写真を見て物を買うかどうか判断しているわけですよ。実は。だったり、その、なんだっけ、あの、橋、橋本なんとかさんっていう、その、アイドルの方があれですよね。あの、 ファンの人が撮った写真が素晴らしくって、それでこう東京進出を果たしてみたいな話も前に聞きましたけど、その写真の力によっていろんな人のその、ものの売れ方が全然変わってくるわけですよ。アイドルって商品だから。なので、そういう風に写真によって自分たちのその、なんだろう、お金の払い具合が変わってしまったりとか、社会のあり方がいろいろね、ドキュメンタリーとか、報道で言えば社会のあり方が変わってしまう可能性もあるわけで、実は写真ってものすごく見てるし、写真のそのなんだろう、 写真の撮り方について詳しくはなくても、その写真で何か自分の行動を決めるとかっていうことを実はやってるわけですよ。なので、その辺を考えてみると、別に、なんて言うんだろうな。 写真って単なる記録じゃなくて、記録以上のものとして機能しているんだけど、やっぱり自分が撮ることを考えると、とりあえずは記録っていうところからスタート、その、離れることができないんですよ、スタート地点でなので、写真を始めた皆さんっていうのも、始めてばっかりのね、カメラ買ったりの、カメラを買ったりじゃない、カメラを買ったばっかりの皆さんも、なかなかそこから離れることができなくって、自分がカメラを持った時にはと何を撮ればいいんだろうとか、好きなもの撮ればいいんだよ、とか、どう撮ればいいんだろうとか、 自分が目指しているああいう写真を撮るにはどうしたらいいんだろう何がその間に足りないんだろう欠けているんだろうっていうことを考えるんですけど、まずはんか第一として記録っていうことを忘れない方がいいですよってことですね。んかまず素晴らしいものを探した方がいいです。で、素晴らしいものを探す方法は人それぞれいろいろ違いますよね。なんか素晴らしい場所に行くとか、素晴らしい場所を見つけるとか。 料理取ってる人は美味しい料理を探すと多分間違いないですね。美味しくてなおかつ盛り付けも綺麗なやつね。とかっていう風になっていくので、それはみんなそれぞれ山の登り方を自分で考えるべきですよ。やった方がいいですよ。だから、えっ、ー、と、ポトレを撮りたいって言ってる人たちは、ポトレのモデルさんが美しい人の方が断然有利になってくるんですよ。だってさ、いいなこの人の写真素敵だなと思ったポトレとかで有名な人で、 モデルさんが素敵じゃない人って、その見た目に、純粋に見た目に優れてないモデルさんを撮ってる、えー、ポートレート撮りの有名な人って見たことありますないですよね。私はないですよ。っていうことなんです。ずるいよね。そういうのね。ずるいんだけど写真とかってずるいから、当然なんです。風景写真家が大したことない風景をものすごい素晴らしい風景に見せることって、 いや、俺できないと思うよ、多分。だから結局その被写体側、被写体依存度っていう前の話、お話をしたんですね。で、中級者向けなんだけど、被写体に依存しちゃうんですよ、写真って。被写体が素晴らしければ、同じ技術で撮ったら被写体が素晴らしい方が写真がよく見えちゃうんですよ。だって見るのは人間だから。そはその、なんだろう、うかっこいいお兄ちゃんとそうかっこよくないお兄ちゃんと、両方同じ人が撮った時に、かっこいいお兄ちゃんの写真が見たいに決まってるじゃないですか。どっちかっつったら。 っていうことなので、それは否定できないので、それは記録として機能しちゃうからなんですよ、やっぱり。空っていうと、まあイ、イコールではないんだけど、そういう部分が強く作用してしまうってことですね。でも、写真を始めた皆さんにこれから追求してもらいたいのは、被写体の獲得の仕方ももちろん大事なその写真技術の中の一つなんだけど、僕の場合は僕もね、僕のチャンネルでずっとその扱っているのは、写真を撮る技術ですね。で、それはやっぱり、その写真を表現として扱うっていうことなんですよ。 つまり、記録として写真を撮った iPhone で、えー、ものすごい珍しい人を撮れば、iPhone で撮った写真だとしても、なんかいい写真になっちゃうでしょすごいシェアされたりとかするじゃないですか。でもそれ iPhone で撮ったから素晴らしい写真でも、その人が撮ったから素晴らしい写真でもなく、その写ってるものの手柄じゃないですか、結局。だからそこに僕たちは写真の素晴らしさ、それが素晴らしい写真だったら素晴らしい写真であることを否定はしないし、当然できないですよ。機材の問題じゃないからもちろん。 ではあるんだけど、僕たちは技術としてもうちょっとなんかできることがあるでしょっていうのが立場なんですよね。あと、その自分が写真を、まあ、極めたいって言うと話がでかすぎるんだけど、写真の道をもうちょっと突き進んで、もうちょっと自分の意のままに撮りたいなと思っている場合は、技術の側をやるべきなんですよね。その方が、なんだろう、その自分の脳が鍛えられて楽しいっていうのがあるんです。非常におすすめなんですよ。 なので、やっぱりその写真の表現の部分っていうのはやっぱり皆さんこれから考えていってもらいたいなぁと私は勝手に思っているわけでございましたですね。で、じゃあ今度は写真の表現っていうのは何だっていうと、個別にやってる、例えばボケるボケないとか、ブレるブレないとか、まあ感動で言うとあれザラザラにするしないとか、まあ老現像っていうのがあって色、自分、自分、自分じゃない。自分の好きな色調にできるとか、明るさだけじゃなくて、まあ色々細かいことあるんですよ。 だったり、まあ、そのストロボを使ってライティングをどうこうするしないとか、例えばヘアメイクさんと一緒に組んで自分のより、その理想の状態にモデルさんを作り込んでもらうとか、いろんな手段があるんだけど、そういうの全部ひっくるめて写真表現です。なので、写真は記録であるってことはもう紛れもない事実であるんだけど、それ以外に僕たち人間の手でいろいろこう手を突っ込んであれこれできるよって、それが写真表現であって、写真表現っていうものがその、まあ、遡って被写体の良さを補強したりとかですね、 そういうこともできるんだよっていうふうにですね、皆さん覚えてもらう、覚えておいてもらうと、あれこれ悩むのが少しは減るんじゃないのかなという気がします。その辺の、まあ今日もね、全然回答にはなってないと思うんですけど。だからね、やっぱりどう見ても写真ってただの記録にしか見えない場合が多いんだけど、意外と例えば雑誌なんか見てみると、トマトが写ってる。 っていう写真があるとするでしょえ。トマトの写真だから、トマトの記録としてはそれは果たしているわけだけど、そのトマトをどういうトマトに見せたいのかっていう部分で写真を撮った側の人の表現の意図が載っているんですよ。例えば背景の写し込み方で、ベローっと農園が写ってて手前にトマトがポコッと置いてあったら、あ、の、ここの農園で撮れたトマトなんだなとか、 そういう風うなですね、えー、作り込み方がいろいろありましてですね、後ろに農家のおばちゃんがちらっと映っていたら、こう、あ、あのおばちゃんが作ったんだな、生産に少なくとも携わったんだなってイメージになったりするでしょとかね、それのぼかし具合によって、あ おばちゃんを、おばちゃんもはっきり映した、はっきりとかね、おばちゃんもしっかり登場人物として、おばちゃんが作ったよっていうのを力強く、その見せたいのか、それとも結構ボケてたら、あ、おばちゃんはそう重要ではないんだけど、一応絡みがあるんだなっていうふうに見せたいんだとか、そういう度合いとかが関わってくるんですよ。それが表現。なので、皆さんその辺ね、ば完全とも密接に関わってくる部分だし、当然被写体で片付かない部分っていうのは、その部分ですよ。自分たちの技能を鍛えることでそこに近づいていけるので、 ぜひぜひこれからですね。まあ、どういう細かいあれこれがあるかっていうのは、いろんな人が僕も、僕に限らずいろんな人がこういう手段があって、こういう手段があってっていうの、いろんな感性でやっているので、ぜひぜひそういう目でね、いろんな教材も見てもらうと、これから面白くなるんじゃないのかなというふうに思っております。そのわけでまた遊びに来てくださいね。